おはようございます。今日はですね、夜の、最近始めた夜のお仕事の後に、もう、めちゃめちゃ急いで、お腹が空いたお腹が空いて急いで、私は弥生県に行ってまいりました。90円でやばない？ということでですね、弥生県に入りました。ちょっとさ、寝坊してんけど、めちゃめちゃ寝たくて、なんか2時間ぐらい寝坊してもうて、寝起きの声で失礼いたしますっていう感じなんですが、私はですね、ミニすき焼き定食を頼みました。で、白米ともち麦ご飯を選べた。こんにちは、マヨです。おはようございます。顔がね、ちょっと顔も髪の毛もちょっとボサボサなんですよ。これちょっと、昼のお仕事の後に普通に夜勤に行ってきて、ちょっともうほぼオールみたいな感じなんですね。オールみたいな感じだから、ちょっと顔面使えてんのは、おはようございます、6時49分、顔面使えてるのは許してくださいということで、今は声が疲れておりますけれども、なんか頼んで3分ぐらいでめっちゃ早くね、来ました。すき焼き定食でございます。あ、口なんかヘルプしてきた。はい、怖いです。こういうところがモテないところです、私。あ、で、サラダもね、サラダつけ頼んだので、サラダも頼みました。来ました。女の子なのでサラダを食べます。いただきます。今朝一やから、お店の中に誰もおらんくて、もう結構女子一人とかさ、お店の中入りにくかったりすんねんけど、全然これ夜勤めっちゃええなと思いました。はい、ということで、まずサラダから食べたいと思います。まあ、この前動画でも言った通り、私夜のお仕事ですね、夜勤を始めまして、もう半月ぐらいかな経つんですけど、やっとさ、この体のリズム、朝まで働いてみたいなのが慣れてきて、あ、後ろにお客様入店いたしました、いらっしゃいませ。そうそう、体のあれに、リズムが作ることがね、やっともうなんかできてきたみたいな感じなんですけど、まあ眠い。こう昼働いて、でその間に夜夜勤もあってみたいな、この交互にある人とかおるやんか、どうやってこの生活リズムをさ保ててんのか、マジで聞きたいんだけど難しい、このね、体調。あ、これ朝ごはんなんで納豆あれば最高ですよねっていう話でございます。納豆好きなんですよね。味噌汁も美味しいし、米も美味しいし、これミニすき焼きみたいな、まあ、ちょっと量は少なかったんやけど、すき焼きがめっちゃ美味しくて、結構味濃いんやんか、味濃いからこそ このご飯と合うみたいな、ご飯も最高みたいな感じでなってますね。生卵もついてたんやけど、ちょっと後で卵かけご飯をしたかったから、あえて今回は使わずにおりました。ご飯いってきます。おかわりね、おかわり、そう、ここの弥生県おかわり自由なんです。そう、こういうところでおかわりするので、こういう機械に入れて、こう一口小盛り、並盛り、中盛りみたいな感じで選べるんで、女子やからちょっと可愛くぶって一口にしようかなと思ったけど、やっぱ一人やからいいかみたいな感じで 100g を選びました。でも小盛りでこんだけ結構あんのよ。豆腐を食べます。和食っていう、やばない、この和食やっぱ好きやねんな、やっぱ好きやねん、好きやねん、これやばない。ってことで、卵かけする用の卵をもう今度も真剣にかき混ぜて、ご飯の上に垂らして、その上にこの何、醤油、醤油垂らして完成。絶対美味しいやん。美味しかったよ。もう書き込みスタイルでもうガツガツ入れて、めっちゃ美味しかった。久々に食べた。なんか私炊飯器ないからさ、米自体あんま食べへんのよね。まあ、米食べとったらチンとかやからさ、卵かけご飯ってそんな食べへんわけ。いや、もうめっちゃ美味しくて、久々に食べたらもう食べたい。なんかもう炊飯器買いたい欲しい。おすすめありますでしょうか。このすき焼きの味濃いのと、この卵かけご飯食べてもう気が狂うかと思ったし、この海苔で巻いても美味しい。しかもこれ味付き海苔、味付け海苔、うん、もうさ、私さ、ちっちゃい時この海苔が好きすぎて、この味がついてる海苔が好きすぎて、それだけでずっと食べてた。めっちゃ好き。韓国海苔も好きやけれど、はい、ということで、すき焼きとかっこいいやろ、この書き込みスタイル。はい、ということで2杯目完食。もうね、実質もなんか、まあ満足かなみたいな、朝やし、朝ごはんお腹いっぱいやなみたいな感じで思ってたんやけど、食べます動画なんで、もうちょっと、もうちょっといけるってことで、並盛り一番多いやないかいって、小盛りでもなければ並盛りです。
っていうのにめっちゃじわじわ来ちゃって、なんか一人で一人で笑ってたんですけど、なんで困りじゃないねんっていうところでね、ちょっと笑ってもうたい。で、味噌汁、もう味噌汁とご飯はね絶対美味しいですし、ちょっとなんて言ってるか分かんないんですけど、あったかいしもう最高なんです。そしてこのちょっとこれやばかった、なんかすき焼きのさお汁をさちょっとのっけて食べたわけ、食べましたね、完全に今食べました。もうめちゃめちゃ美味しいわけよ。もうな、ほんまにな、どういう味付けしてんやろ、マジすき焼き食べたい。ちょっと誰かすき焼きしよう一緒に、ってことで今3杯目か3杯目小盛り小盛り並盛りときて3杯目完食いたしました。イエーイ、ごちそうさまでした。ということで味付け海苔をそのまま食べてます。もうマジでこれ全然成長してません、ちっちゃい時からこの海苔の食べ方美味しい。マジでこのすき焼き美味しかった。なんか普通の定食やったらすき焼き定食みたいな、なんかもっと多分普通のサイズの定食とかあったんやけど、今回ちょっと朝食メニューということでミニすき焼きやったんです。でこれ見つけた、もう3杯目でもうええやろと思ってたんやけど、けどまあだし食べたいなみたいな、なんかお茶漬け食べたいなみたいになって、行くかみたいな、で一口にしようと思って、さすがに4杯目やで、女子の4杯目って一口、まあ一口ではない、これ3口ぐらいあるけど、まあもう一口みたいな感じでね、結局は小盛りの 100g をね入れちゃいましたって話。4杯食べてますこの女で、だしをね入れたんです。机の前にあっただし入れた、めっちゃ透明やってさ、こうえみたいな、なんかなんでこんな透明なみたいな、一体飲んでみたわけ。めちゃめちゃ水やないかい、めちゃめちゃ水やないかいってなって水やんけんってなったんですよ。でちゃんと説明書きを見たら、そのご飯入れるところ、ご飯やるところでだしを置いてるらしいから入れてきました。こんな感じでちょっと茶色みたいな感じの色ですね。でその上にこの漬物をつけます。漬物を結構入れました、お茶漬けなのでね。んでこのわーって食べたらめちゃくちゃ美味しい、もう締めにぴったりみたいな、なんか梅の味がしてめっちゃ好き。なんかお酒飲んだ後に食べたいやつみたいな感じだから、なんかここで一人飲みをしてその締めにお茶漬けみたいな、もう最高じゃない、やば、ほんまにしたい。90円ってやばいよな。こんな感じでね、4杯目のご飯を勝ち込み勝ち込みでご飯食べました。満足です。朝から今日もこの2時間後から3時間後から仕事なんですけど頑張れます。ありがとうございます、ごちそうさまでした。お腹いっぱいということで頑張っていきたいと思います。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おはようございます。今はですね、7時30分ということでたくさん食べましたということで今から帰ってですね、ちょっと仮眠をして仕事頑張っていきたいと思います。バイバーイ、おやすみ。